皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。本日のテーマはちょっと番外編でございます。以前も一度別の角度から占わせていただいたことがあるテーマでございます。今回は、巷の世間の、噂、あーは不義、ちょっとここで間を置きます。そういう、の古説ですね、がございますが、それに対する夫人の思いを見させていただこうと思います。で、占わせていただく前に少し、お話をさせていただきたいと思います。昨日愉快な仲間たちから、のコメントの中で、というものがございましたので、皆様とシェアさせていただきたいと思います。チャンネル登録なんですけれども、その方の、チャンネル登録をして、ございますところというのは、こう写真がずらずらずらっと並んでおりますよね。で、その中で私の、顔の写真がなかったそうなんです。で、見ましたところ真っ黒になっておりまして、その真っ黒なところをちょっとクリックしてみたんだそうです。そうしましたところ、違う動画を視聴しましょうという言葉が出てきたそうなんです。ひどい話ですよね。こんなことが行われているんだと。で、前もチャンネル登録をなさってくださっている皆様に、お願いということで、コメントをさせていただいたことがあるんですけれども、どう見ても外されている感じがするんです。なので、再度チェックしていただきまして、もしも外れておりましたら、再登録をお願いいたしますということで、お願いをいたしております。そんな風になっているそうなんです。本当にひどい話だと思いまして、はい、それでは、ちょっと落ち着きまして、占いに入らせていただこうと思います。はい、それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。皆様いつも本当にありがとうございます。心から感謝をいたしております。8番逆、これね、もうズバリですね、躊躇なく恋愛関係を切る必要があるです。で、別離、禁止された関係、あと機密の関係という意味もございます。この人の場合は機密の関係もあるかもしれませんね。お立場上、機密というのは軍事上とか政治上で非常に重要な秘密ってことですよね。なので、それも含んでいる感じがします。躊躇なく恋愛関係を切る必要があるというふうにこのカードは伝えています。29番が正位置、これはね、大きな動きを表すカードなんですよ。人間関係とか家庭、あと仕事の変化を予期するなんです。これは大きな動きあると思いますよ。もう本当に人間関係も家庭も仕事も、もう大きな変化を予期する出来事だったと思います。3番逆、これね、健康に関するカードなんです。なので、これ逆になっていると、病気を患っているとか、医療を避けるとか、医学的問題を無視する、何か健康問題で計画がキャンセルされた、これね、一見しますと、私の、意見とは反対派の方、それぞれ、いろんな意見の方が、おられますので、これが何のことかと申しますと、例えば、この方がこの時点で、もう妊娠できなくなっているとか、そういう考え方
の方の場合は、そういうご意見の方の場合は、ほら病気患ってるじゃないってこうなる、うん、それも考えられます。で、私はただこれを今見た時はどう見えるかというと、この病気というのを違うところ、このカードはカードから読み取らなければいけないので、私が読み取らせていただきますと、病気を患っているは患っているのではなくて、これね、妊娠のことじゃないかと思うんですよ。要は病気を患っている、妊娠しているという状態で、医療を避けるというのは診察を避けているんじゃないかなと。で、医学的問題を無視するっていうのは、妊娠そのものを無視して過ごした時期があるんじゃないかなっていうふうに私は読みます。なんかそんな感じがする、うん、ちょっと次見てみますね。これね、これは、まあ、ちょっと最近よく出るんですけど、これね、本当にあのセクシュアルなカードなんです。恋愛とかも含むんですけれども、どちらかというとこの絵の通りなんですよ。なんかね、セクシュアルな意味合いが本当に強いカードです。で、それが出るということは、この質問に対してこれが出るということは、まあ、明らかにこういう関係ではあったっていうことだけは出てます。これが表すのはネガティブな状況、あとね、性的拒否とか拒絶、あとね、伝えているのは、あ、パートナーとの個人的または性的な問題なんです。なので、これはご主人とかもしれないですね。興味の欠如、あと精神的または肉体的不一致、関係における誤った期待、なんかね、これは理由のような気がする。なぜこれが出てくるかっていうと、こういう理由があったってことなんじゃないかなと思います、うん、24番、ここで聖地、これね、この時期、要はもうこの出産の時期と言ってもいいんですけど、この時期は自分に好意的で好都合であったなんですよ。なんかね、ここであえてもう申しませんが、もう皆様よくご存知ですので、ね、あのちょっと悲劇のヒロインになっておられるような感じというか、そういうふうにしているという感じでしょうか、うん、なのでこの時期は自分に好意的で好都合であった、あと戦略と新たな計画に肯定的な条件、何のことだろう、何か計画をしても肯定的な条件である。あ、そうか、何かお心をね、患っておられるというか、そういう感じなので、何か計画をしていたとしても自分にとっては確かに好意的ですよね。こんな弱っておられる方がまさかって感じですよね、そういうことなのかな、で、前向きな決断をしている、この時期に前向きな決断をしている、で、運は自分に味方している、この時期です。で、あとはね、危険を犯すことを恐れるなと、たとえ成功しなくても何にも私を害することはできないというぐらいの自信のようなものなんですよね、なので危険は犯してます、この時に。これは非常に前向きなカードです。10番が逆、これはね、これは現在じゃないですか、レッドカーペット引き下げですよ、これもう。今まではもうこれだったんですよね。もういつもレッドカーペットの上を歩いて、お皿乗ってるじゃないですか、ここにね、だったんですけど、これ今もうこれ現在ですね、本当に。新たな発見は、この新たな発見というのはどう当てはめればいいかすぐに浮かびますでしょ。
要はみんなが気づいてきたということなんですよね。この事実、新たな発見、皆さんの気づきなんですよね。皆様の気づきですが、これまで自分がこう選んできた、歩いてきたこの道のりをもう一回考えさせて、そして新しい方向性を探させるなんですよ。これ非常に怖いですよ。この人のに対する新たな気づき、これは今までのこの出来事全部をもう一度考えさせて、ってなって違った方向性持っていかれるという、まあ、恐れのようなものですよね。でこのカードが伝えているのはもう明らかに失敗なんですよ。お手上げ状態です。で先ほどここで運が味方しているってありました、ね、この時点でも現在はもう運がないなんですよ、そのカードは。これはね、何かね、新たな発見は審議をさせる、審議、審議をさせて、何か新しい指示とか命令をさせるかもしれないぐらいの怯えが感じられます。不安であることは間違いないです。次いきます。これこの前あきこ様の時にも出ましたよね。あ、違う、お母様だ、お母様の時に出たんですよね、信子様。これね、これはこれはお相手のことですね、うん、お相手です。これね、このカードが伝えているのは性的な対象にあったってことなんですよ。そういう関係にあった人です。そういう関係にありました。で、正直で誠実で、あと勤勉、そして正しい男性だと。で、良い友達にもなり得る人で、自分に対してはもう心からの感情を持つ、そういう男性との心地よい楽しい出会い、そんなことを伝えているんですよ、うん、このカードは本当になぜこれを出してくるかっていうと、そういう関係にあったことを我々に伝えるために出てます。これ次いきます。珍しいな、ギャンブラーズの逆。これね、逆とか正位置とか関係なく言いますと、これってね、楽しみとか何か楽しめる時間、あとね、約束予定とか、もう夢中にさせる人を表すんです。これギャンブルね、ギャンブルのようにもう熱中というか、もうね、恋愛でこう熱を上げる、のぼせ上がる、なんかメロメロになっているような人なんですよ。それを表します。だからすごいね、なんか恋心みたいなものが出ています。でこれね、逆になってこのカードが伝えている意味っていうのが何のことを伝えているのかなと想像するしかないんですけど、まずは遅れがあります。何の遅れかな、あとね、何かが突然動いた、何かが突然動いた、あとで、あとね、土壇場へ来て勢いがキューッとなくなるような、こうしおれるような感じ、何でしょうね、あとね、これご自分の性格かな、何かね、気質的に、性格的に不快で、もう社会に統合するのが難しい、そんなことを伝えるカードでもありますし、あとはね、心理的または、身体的に複雑な状況、あとね、これが伝えてる騒動です。もうなんか騒動があった、あと活発な議論が交わされている、そして最後の出直しの機会っていうのもあります。で無秩序で、もうこの時は自分自身しか頼れない、そんな状況が出てます。もうね、複雑な感じがするんですよね。いろんな思い、いろんな思いなんですよ。
これね、何だろう、これあくまで想像です、想像なんですけれども、土壇場で勢いがなくなるとか、自分自身しか頼れないとかっていうのは、なんか、なんか本当は、あとね、最後の出直しの機会っていうのがある、なんか土壇場で何か、ちょっと自分が思っていた方向と反対方向へ動いたとか、なんかそんな感じがする、想像ですけれども、想像しかできないんですよね、意味深だな、マリッジカード、これはね、なんか結構この婦人の時にこのカードが出てきたりするんです、このピアノを弾いている、これはね、マリッジカードですよ、あのね、全ての人間関係を象徴するカードなんです、いろいろな関係、まあ、この場合はパートナーだと思います、でこのカードが伝えているのは恋人との別れなんですよ、今回それが来ます、あとはね、関係が次の段階へ進むっていうのがあるんです、だから例えばですけれども、これまでは友達だった人と何かちょっと男女の関係になるとか、そういう感じ、例えば今までお付き合いしていた人と一緒に住むことになったとか、何か次の段階に進むっていう、そういうのが出ています、あとはね、この時だと思うんですけども、相手と親密な絆を結ぶことにとっても意欲的だった、そんな状態が出てます。次、うわーすごいな、 Great Happiness、 これね、この中でも最高のカードと言ってもいいぐらいのカードなんですよ、何かね、幸せな方向へと向きが変わるみたい、もう本当にこんな感じなんですよ、計画は成功して、目の前の問題は自分にとって良い、願いが叶うとか、この上ない幸せな時間が、幸せな時が自分の前にあるとか、現れているのはね、満足です、満足とか何か望みの達成なんですよ、望みをね、こう達成できる喜びっていうか、あと富とか財産、そういう豊かな人っていうのも表します、だからこの時何を表しているのか、妊娠出産ですかね、なんかそんな感じもしますよ、願いが叶う、産みたかったんじゃないかなっていう感じが私はするんですけれども、メッセンジャーコンソレーションです、面白い出方だな、なんかこの人らしいというか、本当に面白い出方しますね、これね、面白い、これね、なんかね、3枚とも共通点あるんですよ、これね、全てが何か使いのものが関係してるんですよね、見てください、これメッセンジャーなので使者なんですよね、何か伝えに来てる、ね、伝えに行かせたのかもしれないですけども、まあ、何か使いで、ここもね、天使、神の使いが来てるんですよね、でこれも死神のような、これ何かこれも別の意味で神の使いのようなさらっていってるんですよね、なんかね、使いがすごいキーワードだな、これこれってね、この絵のと非常にね、隠したいことなんだと思うんですよ、あ、当然ですよね、隠したいんですよ、なので素直にズバッとそれを出してきてないところがこの人だなと思います、あのね、例えばこれがキーだったとするじゃないですか、そしたらなんかズバッとベイビーとか出しそうなんですよね、単純に、でもこの人の場合それをね、すごくね、これ隠語じゃないですけど、言葉で言いますと隠している感じがするんですよ、このメッセンジャーっていうのは妊娠じゃないかなと思いますよ、妊娠の知らせじゃないですけど、自分自身への使者が来たみたいな、コウノトリじゃないですけれども、
でこれはね、慰めになってるんですよ。慰める人、安らぎになってるんです。でも死終わりなんですよ。これそれ今このここまで来たらそういうことが分かっておられる。命取りです。これよくここまで持ったなと思うぐらいなんですけれども、そんな感じが出てますね。これね、この隠したいというか、もうそれが出てますね。ということは今後もきっとそういうふうに出てくると思うんですけどね、ズバッと出さないと思いますよ。コンバーセーション、メランコリー、ハウス、これはね、現在その巷世間の噂だと思いますよ。っていうか世界中だと思います。もう皆さんご存知だと思いますよ。でこれはまあ落ち込みね、意気消沈、憂鬱なんですよ。でこれがね、また面白い出方だなと思うんですけども、やっぱりね、大きなものが関わってくるんですよ。それが大きなものが関わってくる、それが出ている。どのオタクか分かりませんよこれね、どのお宅のことを、ね、でも、もしかすると何々家とかそういうものだけではなく、ね、こうルームの全体かもしれないですね、かもしれないですね、この方らしい出し方だと思います。これ質問に素直にこう、これそのままですね、これなんです。で後ろにあるのはこれ、次いきます。 Thought Reunion Journey、 なんだろう、思い悩んでいる。このカードはね、再会するとか縁があるとか再結合とかそんな感じなんですよね。旅、まあ人生の旅路とかそういうふうにも取れるんですけども、単純にあの時の旅のことを言っているかもしれないですよね、あの時の旅、一人で旅をした、ね、西洋のことかもしれないですね。再会、そこで再会、思い悩む、なんか逆に動いてるような気もする、普通はこう行くんですよね、1枚目からこういう風に。でもこの人の隠したい感がすごくて、この後ろから来てる感じがするんですよ。今回一人旅行ってからの再会じゃないですか、思い悩む。すごくトリッキーに出してきますね。いや、この人らしいということはちょっとね、読み方も、覚悟ですね。これファーストネスドクターウェイティング、あこれね、あこれはね、これこのままなんですよね。軽率、軽いんですよこれ。ファースネス、その後でドクターになってるんですよ。これは専門医ですよね。ね、で何って言って、この次は待ってるんですよ。ウェイティングなんですよ。生まれてくるのを待っている、その気持ちが出ている。となるとですよ、先ほどのあのグレートハピネスもやっぱりそのことかもしれないです。わざわざ待っているを出してくるので、そのことかもしれないですね。なんか以前占った時もそういうのが出ていたかもしれない、なんか思いがけずみたいな、思いもよらないっていうのは、なんか嬉しさみたいなのが出てましたよ。Worry, error, new love.
これは何のことかな、達成とか成功の遅れを表す。でこれはっていうと、もうね、なんかすごいトラブル、あ、このことなんじゃないですか、妊娠トラブルとか問題、面倒なこと、あとね、過ちとか失敗とか間違いとかミスとか、でこれはもう新たな恋愛、恋人、新しい愛なんですよ、新たな愛なんですよ。これそのこのこれは今回はもうそのままですね、新たな恋愛ですよ、恋愛なんですよ、これ間違いない、恋愛ばっかり出てきますもん。でもね、面白い、ここまでね、ズバッと恋人とかズバッというカードは出てないですよね。それがこの人らしいところなんですよ、あくまで隠そうとしている感じ、すごいそれが出てきてます。あの遠回しにはもう明らかにそうだったっていうのが出てるんですよ。でもズバッと出さないところがこの人らしい。でこのカード何意味してるのかな、これほどなんか喜んでいる感じが出てるんです、あのことをね。でもここではね、すごい過ちとか間違いとかトラブルとか問題とか面倒なこととかって出てるんですよね。達成成功の遅れ、なんかこれも同一人物っぽいですよね。これね、もしかしたらこれ妊娠ではなく、ここが問題だったのかもしれないですね。もうすでにここへこうなったこと、新たな恋愛ってなったところが間違い、ミスで、何か達成の遅れを表しているのかもしれないですね。成功達成が遅れるこの恋、恋愛について言ってるのかもしれない、次いきます。ジェラシー、フォルチューン、レター、これは身近に激しい嫉妬をする者がいるでしょ、なんだろう。でこれは愛、幸せ、成功は自分と共にある、これはっていうと近々公文書を受け取る、まあ、裁判手続きの告知かもしれないと、結果は悪いっていうようなカードなんですけども、何か公文書、裁判手続きでなくても何か公文書が届く、これなんかね、その当時というより今なのかな、なんだろうこれもなんだかとっても負けん気強い感じもするんですよね、わあ、これはちょっとピーンとは来ないですね今、考える必要があるのかな、ちょっとここ残しておきますね。次見ます。自分が嫉妬してるんですかね、自分が嫉妬してるのかもしれないですね、愛と幸せ、成功はあなたと共にある、小声がですかね。で手紙が届くのはあんただっていうね、あんたのところだっていうんですよ。ミスフォーチューン、メッセージ、スイートハート、ああはいはいはい、これはわかる、このミスフォーチューンは自分自身です、あの災いですよ、不幸、不運、いや自分が撒いたあれでしょ、ね、でそうなった時に朗報が届く人がいるんですよ。それが誰って、年の宮愛子内親王殿下と思ってます。自分とアーニボーってなる時には朗報が届く人がいる、誰、年の宮愛子内親王殿下です。これ現在だな、これも現在ですね、そうですよ、届くんですよね、届くんですよ、嫉妬しているのは自分でしょう。不快なので片付けます。
unexpected joy anger officer まただ先ほどのレターと一緒だななんかねこれも警察とか検察当局とかそういうのなんですよね、うん、思いがけない喜びでその後に怒り対立紛争も起こってるんですよでこれ検察近々あなたとに連絡をしてくるみたいな、まあ、どんな形の連絡かは分かりませんよでもそういうのを表すんですよね何か自分にとって思いがけない喜びこれも今ですよこのカード伝えているのは、ね、現在ですね自分にとっては思いがけなくなくてもまあよかったって感じなのかもしれないですねそうなった時には国民ものすごく送るんですよね今実際当てはまりますよねいろんなことでもう本当そうですよねはぁっていうようなことが起こってますよね不起訴とかそういうのはねこうなるんですよ結果的にはこれが出てるんですよこれ自分にですよこのそれが分かっておられるんじゃないですかいつも3枚目にこういうレターとかオフィスさんが出てくるってことは予期してるんじゃないでしょうかね次いきますFish Anchor Birds これはねちょっと待ってください漢字で見ますねこれねこれねあのアーさんかなアーさんのことを思っているような感じがする、うん、あのねこれアーさんの子育てだと思いますこんな風だったんですよあのねなんかね自由さ解放している感じとかあとね自由放任みたいなそれがねあとねもう一つ来るのは今回来るのはあのカードの意味の中でもね今回来るのはたっぷりとか十分なとかそういう言葉が伝わってくるんですよ惜しみなく与えるとか豊富に与えるとか何せ裕福さとか豊かさを与えてきた感じが出てるんですよあと解放ですもう本当に自由に育てているでこれはね思いが伝わってくるんですこの人間をに重みをもたらしたい無理無理もうね歩く軽さみたいな人間にもう無理なんですけどこれ重みを持たせたいと思ってきてるんですよね今までずっと固定したいんですよだけどふわふわふわと浮きますよねそんなもん軽いんでねもうなんか発泡スチロールぐらいの軽さですよふわふわふわと浮くんですよねなのでぐーっと重くこうあの固定したいその思いもうそもそも無理なあれですからね、うん、で なのでこれが伝えているのは安全性とか不動性あとね信頼性とか確実性この信頼性というのはこの人間をっていうよりもこの人間の要は元をですね、うんまあ、DNA 的部分でしょうねを信頼させたいんですよね確実に、うん、ずっと続かせたいっていう思いがあるんですよぐっとこう重く固定してで、ね、ここから来るのは何か献身的な愛情とかあとね頼りになるっていうのがあるんです、うん、深く根付いた安心感とかいやこれはね自分に対する気持ちなんじゃないかな自分うんアーに対してはねあの深く根付いた安心感があるんですよ信用している頼りになると思ってるこの人間を頼りにもうねそういうことなんですよだから今のあの地位があるんですよねもう本当にねひっくり返りますよもうでこのバーンズというのはあのいつもですとね結構あの両陛下のお姿に見えるんですでも今日は違いますこれねアーなんですよなのでこれねキーと出会ってるんですよね出会わされているんですよねカップルですうん、コミュニケーションこれねアートキーあということはねちょっと待ってください続きあると思うあのこの3枚多分続いてますよ、うん、いきますよわーブーケ
ハウス。コフィ。やっぱり。こう続いてます、続いてます。うん。ブーケ途中でよかったって感じですよ。これと出会って、ね、こういうふうに来た。育ててるんですよ、こうやって。で、ここへ来た。ね、もうこの時期っていうのは幸福。もうね、もう至福の喜びです。もう満足させるとか、実現達成成就なんですよね。うん、贈り物とか。これはね、私が申し上げるところなの、ハロウィンのね、ハロウィンのもうコスプレみたいなあの2人ね、あんなことになった、その状態のことでここ満足してたんじゃないですか。あ、よかったみたいな。で、このカードがね、他に表したのはエコひいきするぐらいの愛情なんですよ。まあ、ぴったりじゃないですか。味方とか利益、あと好都合とか、何々のおかげ、おかげさまのおかげですね。なので Thank you カードなんですよ。ありがとうみたいな。あ、これ続いてます、続いてます。で、これもね、これはアーミヤ家ですよ。これちょっとこのカード光るのですみません、上ずらしますね。アーミヤ家です。もうね、あなたの家、あなたの家族、あなたの人々、あなたの取り巻き、あなたの側近なんですよ。味方だらけにして、安定して安全性与えて快適に過ごしてくださいっていう思いが出てるんですよ、周り中ね。あとね、資産も表します。この家自体、家ね、うん、不動産とか所有権とか財産とか、そういうのも表すんですよ。もうね、惜しみなく与える感が出てますよね、この1枚目のね、うん、でもこれがもうね、分かってるんです。だ、先ほどのもうこれ全部3枚で、3枚目がこのオフィサーとかね、レターとかね、もう分かってます。もう最後はコフィンなんですよ。これ終わろうとしている、もう失われようとしている、極度の疲労状態、使い果たした、もう死と恐怖、絶望と悲観、苦痛な変化、もう悲痛な変化です。で、深刻な喪失、もうここまで来てますからね。次、これアーです。アーに対する思いです。まあ、めちゃくちゃやってきましたからね、ここまで。めちゃくちゃ無理やり。では最後のカード見ます。最後何出るかな。マレディ、あ、自分ウェイティング、これってちょっとね、最後ちゃんと分かってますよねっていう感じ。先ほどのこういう感じで最後は分かってますよね。それじゃないですか、これ。うん、これね、待っているっていうのは国民じゃないですか、自分のこれを。そんな感じじゃないですか、もう待っているって感じ。これなんかね、今回逆さに来てる感じがするな。ここさ、順番逆、ひねくれてますね。逆から来てる感じ、格闘感が強いんですよ。うん、そんな感じがする。これ今の現状だと思う、うん、はい。それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。